コーナーからの今はリバースアングルバックスタンド側からの映像、キーパーのパンチング、大村飛び込む、後ろからイハーフォロー、この距離でのキックフェイントというかシュートフェイントですからね。もう50ゴール、これを決めて51ゴール目とするか。大勢のサポーターの待つスタンドに向かって蹴る、決まった、手元の時計で前半の4分20�秒、日本先制です。1対、出ましてですね、山口選手と七海選手を呼びつけて何事かディフェンスの組織のことで、指示を与えているんですが、はい、あまりに歓声が大きくて聞こえません。申し訳ないですが、もうちょっと近づいて聞いてみたいと思います。
マリタリエ、相馬がプレスをかけておいたくなります。桃と山口、今日はワンボランチ重責を担っています。ぜひね、もう中盤がもっとボールにプレッシャーかけるようにすれば、この辺防げると思いますよ。シクイリンからシャピス、ツートップの連携プレー、これがシクイリン。オムラも必死で追いかけますが、シャピス、チャンス出た後の今穴つかれてるんですよね。日本代表として A マッチが4試合目、2得点を挙げている西澤です。サリコ、その数のシュートの前の西澤のプレスのプレーなんですが、はい、そして上がっていたフョードロフ、フョードロフがもう一度上がっている。さあこのパス、9番のパス、キーパー出ている、キーパー足元攻撃しちゃう。この判断どうでしょう。PK ですかね。PK ちょっとやばなかったです。何が起こるか分からないですね。そうですね、もう一度これ見ておきましょう。飛び出していったこのプレーが、まあ、そうですね、勢い余ってこう相馬風にはちょっと上からですから見えなかったんですよね。今のグランドレベル浅田アナウンサーのところはね、うちが両手で突いたことによるという、考えられるとすればそうだと思いますけどね。出身はサウジアラビアのラフマンさんです。3番のフォードロフがペナルティースポット、ボールをセット読んでいたんですが決められてしまいました。これで2点目ウズベキスタン、5対2です。後半の24分、この前のプレーなんですけど中盤空いてるんですよね。組織作る前にやられてますから、完全に今オムラで裏を取られてますよね。
まだ来ないと思ったのかもしれないですけども、裏から入られてますからね、完全に。今のシーンご覧いただきましょう。ちょっとコントロール多くなったかなと思ったんですけども、この後落ち着いてましたよね。体しっかり入れてキーパーを見て。ですけどこれからきちっと入れてキーパーを見て空いたところを冷静にやってますよね。